はい、どうもこんにちは、内川さんでございます。今日はですね、前回前々回の動画とでちらっと言いました、ちょっとね、爬虫類の規模を縮小したことによってケージが余りましたっていうことで、今日はね、そのケージのお譲りの紹介ちょっと取っていこうと思います。で、まあね、あれからちょくちょくね、ツイッターとかでメッセージは来られるんですけれども、大体まあちょっと県外の方でごめんなさいという形でね、基本的にはもう手渡し、四国内でまあどっかここまで来てくれますかっていうところか、まあここまで来れますかっていうあれでしたら、ちょっと検討しつつ調整をして、もう直接渡せる方のみっていう感じでですね、今回やっております。基本的には自分四国に住んでるんで、まあ四国内だけでしたら一応、ある程度ね、まあ、めちゃくちゃ遠いね、四国の端から端までっていうのはちょっとしんどいんで、まあ、ここまで来てもらえれば、お渡しできますよっていうことでですね、まあ、やっております。ってことでですね、まず、まあ、それが一つで、今回ね、その、譲るものを一個ずつね、紹介していこうかなと思います。じゃあ、まずね、こちら。よいしょ。はい。よっこらせ。わかりにくいな。ごめん、わかりにくかったね。よいしょよいしょ、この辺かな。グラステラリウム、60、45、30、前回赤目カブトトカゲを入れておりましたグラステラリウムになります。で、こちらの方とセットで、はい、これダントツ M ですね。こちらと、こちらピタリ適温プラス2号と、まあ、あんまり責任は取りませんけど、コトブキのね、この熱帯用ヒーターを、これをセットでですね、電話がかかっていたんで、一旦ここで停止して、はい、というような形でですね、ちょっと途中で電話が入ったんですけれども、まあ、こういった感じでね、まあ、最初にこれの辺、見ていきましょう。まあ、特にね、傷という傷はそうないかとは思いますが、あのネジはね、ちょっと買ってください。M3 のネジは。これ自分で、まあ、動画にも結構出してたと思うんですけれども、まあ、自分でね、ちょっと高さ調節するために長いネジ使って、付属のネジを使っておりませんでしたので、付属のネジはね、ちょっと今のところないです。ホームセンターとかでね、 M3 で売ってますんで、それで入ります。はい、まずはダントツはこんな感じです。コンセントのプラグもこんな感じ。よいしょ。はい、大体ちょっとね、両面テープで留めてたんで、両面テープの跡あるんですけども、まあ剥がせれたらね、剥がそうかなと思います。こんな感じで、ちょっとね、この縁っこにはね、こういった感じでついてます。まあ、そこのとこはご愛嬌ください。はい。はいはい、こんな感じで、ね。断突っていうか、断熱材を止めてたんで、こういったやつはついてます。で、サーモスタット。まあ、毎回言ってますけど、熱帯魚用ですね、これ。熱帯魚用。魚用のサーモスタットになるんでね。まあまあまあ、使えんことはないけど、そこら辺は、自己責任でっていう感じですね。まあ、これがサーモで。で、ここにはね、個人的にはね、ごめん、フロストダントツって書いてね、わかるようにね、してました。はい。まあ、これが一応付属であるやつで、まあ、ケージの方、改めて紹介すると、ここにね、ダントツのサーモ入れてた穴があります。これはね、まあ、このコンセントのね、これのコードの長さの関係で、ここからね、こうやって通してました。この太いところ。なんで、ここから通して、これを入れてたんで、この穴が開いてます。まず、ここに大きく一つと、あと、こういった感じで、ダントツを止めてたための M3 サイズの穴。ちょっとね、時期によってね、いろいろ移動させてたんで、こんな感じでですね、ところどころにね、穴が開いております。何箇所か。大量ではないですね。まあ、ざっくりこんな感じですね。はい。よいしょ。まずこれが60のやつで一つ。蓋はこんな感じで、ちょっとわかりにくいけど、裏から見たらわかるかな、わからんかな。まあ、ここぐらいしか目立ちませんね。はい、中はこんな感じ。そこはね、またピタ敵を止めてた両面テープはちょっとこんな感じで残ってます。まあ、できるだけ剥がしたんですけど、まあ、なかなかの寿命ですね。で、右と左。こっちにね、断熱材、スリム貼ってます。で、これもね、もう両面テープで貼ってるんで、剥がしたら汚くなるんで、もうこのままです。保温のためにね、よくしてるんで、これ、相変わらず3面に貼ってます。こういう感じで。どっかね、両面テープの跡があると思うんですけど、ここね、こういった感じで両面テープで止めてます。で、中、赤み入れてたんで、セパのこれやってます。思いっきりやると剥がれます。剥がれるけど、
この辺ね、ちょっと水漏れがするんで、まあそこら辺はちょっとご自由にしてください。まあどうするか、剥がすか、このまま置いとくか、若干こっちでね、水漏れがします。若干ね、本当に。うん、直したけどね。まあ若干します。というような感じで、これ60のやつですね。まあ譲るの無料で譲りますんで、まあこれが1セットです。1セット。60のケージプラス、サーモスタットプラス、ピタリ適温2号プラス、ダントツ。はい。まあ、これセットで、今回はお譲りいたします。まずが、それが一つ。それが一つと、じゃあ次行きましょう。よいしょ。よいしょ。お待たせ。よいしょ。はい、次。次もグラステラリウム。はい、こちら。30グラステラリウム。30×30×30 グラステラリウム。こちらになります。じゃあ、これも見ていきましょう。これはね、こいつセット。2号。これもごめん。もうちょっとね、綺麗に剥がせれたら剥がすけど、こんな感じでね、ちょっと両面テープの跡はあります。この縁っこに。どうしてもピタってくっつけたいから、両面テープの跡はあるんでね。まあこの辺もちょっとがっつり両面テープついてますけど、まあ剥がせるようだったら剥がしていこうかなと思います。で、これ中はね、こんな感じでね、ここもね、両面テープこれ外側についてます。裏。これもできるだけ剥がすようにはします。まあこれだけあると思っておいてください。最低でも。これだけ両面テープの跡があると。この辺はね、なんかね、違うね、これ。土が乾燥した後でね、この縁っこは。で、下はこんな感じになります。で、これも同じく3面、これ貼ってます。断熱材。こんな感じで。で、一部、ここの断熱材、こんな風にくぼみがあります。これなんでかというと、ピタリ適温プラス、これをね、こうやって差し込んだ時にね、こう差し込めるように、こんな感じでね、これを、なってます。これちょっとまた止めとくんでね、剥がれてますけれども、今回これ3面あります。で、上はね、ちょっと見にくいんですけれども、若干サビがあります。ちょっと見にくいな、これ。本当に。若干、ここら辺にはね、サビがこんな感じであるんで、まあ、これはね、落としようがないんでね、しょうがないですね。まあ、これが、セットです。はい。まあ、あとはそうだね。まあ、これどうしようかな。使う人使わん人いるかもしれないけど、まあ、セットでできないことはないけど、まあいいか、これはこれで。このケージにぴったりだもんな。まあ、こんな感じかな。よいしょ。次。これね、なぜか相変わらずね、うちに残ってるやつがあるんだけど、これ、ヒュドラ。これね、ずっと残ってる。前回から残ってる。ヒュドラゲージ。これね、若干、ここにサビと、あとはね、特にないかな。うん。フレームもあるし、扉もちゃんとあるし、特にテープの跡っていうのはこれはありません。まあこれ30、30、30のヒュドラです。まずこれ。うん。よいしょ。こんな感じかな。ヒュドラと、よいしょ。グラステラリウムと、よいしょ、このグラテラ60、よいしょ。まあこのセット3つですね、どれかですね、1人1個。まあ本当に直接お渡しできる方になります。ヒュドラゲージ単品とグラテラとピタテキ1号で、グラテラの60、45と、サーモとピタテキ2号とダントツです。で、まあ、あと、簡単な付属で言うと、ダントツとダントツのサーモ、これになります。どうしよう、どれにつけようか、これ。どれかに悩むな。これ、そうしようか。ヒュドラに、ピタテキつけようか。よいしょ。こういくか?せっかくだし。もったいないな。これでいいや。なんかヒドラは綺麗なんで、
そこそこ綺麗なんで、まあこんな感じで、ダントツは置いとくか。またなんかケージが開いたりするかもしれないし。おい猫、暴れんじゃねえ。まあこんな感じですね。はい。ダントツセット、フルセット1個と。あ、もうちなみに選ぶのはね、適当に友達に選んでもらいます。フレンドに選んでもらいます。適当に。まあできたら YouTube のコメントの方とかで、もらえたらね、それを見てフレンドが適当にスクロールして選んでくれるかなと思いますし、Twitter の方でもまあ適当に選んでくれるかなと思います。猫うるさいぞ、おいこら。というような感じで。はい。じゃあ、このダントツも、ダントツとサーモスタットもこっちのね、30のグラテラにつけますんで、こんな感じですね。じゃあ、これでいいでしょう。こっちもフルセットね、ほぼ。ピタテキ1号、グラテラ30、30、30と、ダントツとサーモ。はい、こんな感じで、これでつけときますんで、この3セットになります。もし、譲ってほしいという方ありましたら、コメントの方お願いします。できたら YouTube のコメントの方にお願いいたします。選ぶのは適当に選んでもらうんで、期間はね、何日だ？まあ、できたら3月の25とか、まあ、そこら辺にちょっと概要欄に書いておきますんで、よろしくお願いします。さあ、ご視聴ありがとうございました。